にちは、未来型尺八、これに、もっとパワーをということで、顎あたりのこの角度を強調して、ここをもっと切り込むと、これ切り込むという起床切りっていうね、ここ私の名前を取ってここをこう顎あたりをピタッとこう人体工学に基づいて、気象削り、ここを強調するようにここ削り込み、ねえー、こんなもつこてガーッと削り込んで顎の角度をもっと強調的にして、こいつをこうピタッとここここに、角度をきちっとすることと、ここを吹いたところがこう、まあ、今までやったここへここに吹きつけてましたところ、多分今の状況やったこう、これよりちょっとまだ沈んでるような思うんだよ、中にね。だからここからの空気が前に込む、外の空気、吐息じゃなくて外の空気も一緒に中にシュッとこう、ここが細く出してるんですよ。口の、口上のごとくの口、これあの上古型、釣り鉢状の上古型でこうなってると、これ唇を落とし込むこの格好ね、唇がここにかかるような格好をして、まあ王冠削りで、ウルトラマウスピースね、ここもうウルトラマウスピース持ってきた分で取れてっていうことは、多分ここが唇が下でこの吹き口より下になっとるような気がするんです。ということは周りの空気も一緒に、まあ お湯というか湯船でお水をさすときにちょっとこう落ち込んだところシュッと引き込むところがあるような感じで、ここらの空気を一緒に吸い込むと、だから余計空気が入ってると、吐息じゃなくて周りの空気も一緒に入ってるということと、それが抱き節の細いところに当たって跳ね返りで、大きな渦ができるって感じで、その距離って言ってましたけども、この距離がまだ下にあると思うんですね。唇がもっと落とし込んでますから、こういうぐらいに落とし込んでますからね、私の分が。こういうぐらいに落とし込んでますからね。で、全てにおいて、全部削りましたね。これかな、こういった分もここ顎に合わせて全て削り込んだ唇が落とし込みで、このねかなり中に入ってるような気がするんですよ。ここにプッと吹いてるんじゃなくて、吹きつけるんじゃなくて、中に真ん中あたりに落とし込んで、尺八の吹き方と、まあ息で振動してるのが分かるんだけど、全然ちょっと違うんですね。でこれが、気象削りね、これを今回強調したがために大変良くなるようになったっていうことで、もういっそこれをもう命名して未来と。未来型、漆塗ったから漆って言ったけども、全体的にこういった分とかね、前の分もこれ同じなんですね。でちょっと細身やけどね、
これなんかでもそういう削り方するとねよくなるんですよ。で、みんな合わせて、まあ、未来と命名して未来ということで、こういう削り方して、制作方法、私の制作方法でやった分については、全て未来というふうに、名前を命名しましたので、よろしく。で、これもここを削り取り、今、たった今これ削り取りましたね。かなり削ってしまったんですね。ところがものすごくよく響くんですね。ここにある針もピタッと合うんですね。未来とつけました、たった今命名しました、こういう削りですね。こういう削りを未来とつけました、たった今こういうぐらいに全て削りました。まあ、またここを漆塗って、元通り、しますけども、こういうふうに今削ってね、すべてこれを削って、これも削りました。これも削りました。単なるこんなヤスリで、まずシャシャッと外底的にバーッと削って、あとはこの小さな分でこれで削って、ちょっとこういった道具、簡単な道具で、削りました。こういうふうにもう未来型ってなしに未来と命名しました、どうぞよろしく。